広場から放射線状に12の大通りが伸びている。
その最も有名なのがシャンゼリゼ通りで、世界中からその名に惹かれて集まる観光客たちは、両側に並ぶパリ名物のカフェや派手な小ウィンドウの中、世界一高価で高級な商品に目を見張り、シャンゼリゼ大通りの西の端にはコンコルド広場がある。ヨーロッパの美しい広場の一つと言われている。広場の中央にあるオベリスクは1831年、今から約140年ぐらい前、エジプト国王モハメッド・アリ、フランスの王ルイ・フィリップに送ったものです。元はエジプトのルクソール神殿の入り口にあったもの。Thank you.